はい、こんにちは、ヤムリョウと申します。ということでね、まあ、そのまま続きで撮ってるわけですけど、これね、さあ、北西線のところに来ました。ということでですね、ここは三重県は桑名市、桑名駅のすぐ東にある、この、そう、東にある、西桑名駅ですよね。せっかくなんでね、ちょっと見ていこうと思いますよ。こんな感じなんですよね。そう、桑名駅のね、他のところとはね、ちょっと外れたところにある。行き先の行き先も昔からね、あげきそばが多いと遠いみたいな。まあ、ほぼほぼあげき行きですけど、東洋行きがいつもあったかな。あ、大泉行きか。あー、乗り放題は1200円か。まあ、ねえね、そう、あれですね、まあ、あのアスナロ鉄道のね、やつ撮ってる時によく言ってる話ですけど、ね、日本ではね、旅客営業を今ね、現在やっているナルホゲージで走ってるのが、ここ、この国際、北西線と、四日市のアスナロ鉄道と、あと黒部渓谷 鉄道でしたっけ、3線しかない。そのうちの2つが実はこの隣だったね、小花と四日市あるっていうのが面白い話なんですけど、こんな感じで、ナルホゲージ、実はここも残っておって、ここは三岐鉄道が運営しているという形になってますね。三岐鉄道北西線でございますね。そう。ちなみにね、そう。これね、ふとね、疑問に思う人はね、思うことが多いと言われるね。西桑名駅の位置ですよ。これね、考えてみたら、桑名駅の一番東側にあるんですよね。そう、桑名駅はこっちじゃないですか。北側はこっちで、で、普通に言ったら東西南、東西南北なんですね、北側はこっち。つまり、駅から東側にあるのに、西桑名駅なんですよ。これって何なんやってね、あのよくね、あの駅の、あの改築をして、昔は こっちが駅の西側やったのが、あの向こうに移ったから東側なんやった、そういうのじゃないんですよね。実はここは、あのもともとから西桑名町という町だったらしいですね、町の名前が。それで、まあ、この地図で分かりやすいですよね。ね、あからさまにこの関西本線から東側にありますよね。そう、もともとこの辺りの地名が西桑名町という地名だったんで、それでここがあの西桑名駅というあれになってるらしいですね。その流れが今も残っていると、もうすっかりね、町名もあれですけどね、変わってしまってるわけですけど、まあ、ということで駅前は実はね、マックがなくてロッテリア対ドムドムバーガーというね、なかなか、全国でも稀な対決をしているというのも面白いところですよね。まあでもね、まあ一回今度またあの三岐鉄道北西線をね乗ってみたいなと思ってますんで、折り見てね、行ってみようと思います。あ、乗り放題で1200円やったらいいですしね。でした。まあ、ひとまずね、西桑名駅の紹介をこれぐらいにしておきましょうか。ね、ご視聴ありがとうございました。